ロング554ヤード8番ホールです。一緒です。おー、よいしょ。いい感じ。はい、あと2ホール。やった暑かった暑かったね。やっぱこの時間になると結構暑いよね。うん、2人のなんか関西弁京都弁あんまり聞けなかったんだけど、まあしょうがないか。でも敬語やとあんまり出ないね。やっぱゴルフの質問すると敬語になっちゃうんだよな。確かに。大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫。私は結構楽しんで撮影してるんだけど、はいはい、まあ、見てる方も多分楽しんで。楽しかったかな。楽しかった。見てる人は楽しいんですね。思う、うん、楽しいと思う。普通に、うん、もうちょっと頑張りましょう。はい、はしごえ、うん、クリーク、うん、川越みたいな。うん、いいね。やばいの？バンカー行った？大丈夫だった。うん、よいしょ。ここなんか夏のゴルフは、うん、できるだけ、うん、カート道の近くに行きたいんですよそんなこと考えてやってたの？考えてるマジで、うん、この今年の夏は特に。あ、そうなんだ。もう暑すぎて、うん、カート道の、うん、近くのヘアウェイ、はいはいはい、そこに行けばよっしゃって思う。なるほどね。そんなこと考えてた。考えてた。やば。ゆいちゃんはカート道近くに打とうとか考えたことある？ある。あるんだ、やっぱり。だってさ、たまにさ、めっちゃ遠いとこあるやん。端から端みたいな。そう、めっちゃ嫌。もうラフであっても危ないよ。ないそれ。多分上手い人しか考えないかもそんなこと考えたことない。夏もそうやし、冬もできるだけ、うん、寒くない状態がいいから、はい、歩きたくない。もうできるだけカートの近くがいい。なるほどね。ちょっと真似してみようかな。できるか分かんないけど。はい、36ぐらいかな。7番に。はい。なんかあの山みたいなやつめっちゃ嫌だな。どれだ？あ、左の？左の。何なんだ山を避けて。もう手前。光が大きかったね。うん。123ヤード。うん。はい。でも上げてるかな。うん。右から。上げてるような気がする。どうしよう。ちょっと押さえていきます、ね。はい。ああ、かっこいい。おお。おお、はい。ナイス。今のはナイスです。超かっこいい。はい、竹村プロベタピンです。みーちゃんはちょっとショートだったんでアプローチかな。
校に、ナイス、ナイスパー。さあ、バーディーチャンス。抜く？こないだ、なんか、うん、パンチ弾かれた人見て、弾かれるんだって思って。ちょっと斜めだもんね。ね、抜きます。ナイスナイスバーディー。弾かれたらちょっと面白かったけど。初めて見て、これ試合でなったらめっちゃいいなと思って。自分じゃないけど、うんうん、回ってる人がなって、ショートパスタで、なんかあの斜めでパスタになっちゃうの、私もたまに見たことある。見た、ありますあります。怖いよね、なんかね、シムマックス、シムマックス何度 10.5 度、10.5、はい、タストは、ね、G、 何の G だっけな、どこの G？ G？ これだ、グラファイト、あ、グラファイト、うん、あ、そう、グラファイトデザインの、うん、G の G シリーズっていう新しい、新しく今年出たのかな、うんうんうん、これの R でしょ。あとは普通に全部シムです。全部シム、なんかめっちゃ入ってるんだね。ヒット結構多いですよね。私非力なので球が上がらないんですよ。 あとこうやっぱ癖が突っ込むから、うん、どうしても強い球になって球が上がらないから、うん、もう6番も入れてなくて。そうでしたね、アイアン6番ないですよね。7番からにしてて、で6番ユーティリティを入れてます、はい、これがもう6番アイアンの代わり、うんうんうん、6ユーで次なら8、9って感じで、ウッドがすごく多いかも、うん、確かに。ユーティリティ3つの3バウト、5バウト、7バウト、ドライバー。でも非力な人はこうしていいと思う。ユーティリティは5番ユーティリティ、4番ユーティリティ、6番ユーティリティ。6番ユーティリティ。なるほど。ウェッジは5、6。ウェッジはこれで50と56。でもほとんどもうグリーン周りはもう561本で、転がすか上げるかバンカー全部これで済ましちゃいます。うーん、ウェアはルコックです。かわいい。プロ入りしてからずっとルコック。うん、靴もね、靴もルコックです、ね、このシルバーのめっちゃかわいい。シルバーってなんか派手と思いきや、うん、なんか馴染みません、確かに、うん、全然なんかいかないから、うん、白もあるけど白汚れ目立つし、確かにこれ何でも馴染む、なんか合うのです。うんうんうん、可愛いです。以上、日村プロのクラブとウェアの紹介です。最終ホール頑張ろう。ね、リンゴルフもウェア提供お待ちしています。最終ホールはパー4、369ヤードです。ドライバーです。大ダフりしたって感じ。はい、そうね、もうね、最後のね、力をね、ナイスショー。何？左？セーフです。引っ掛けで。ダメだ。ダメ？今日結構左行くね。うん。そんな日もあるよ。引っ掛けが多いな。冒険はしません。冒険しない？
木に当たる？当たる。こういう時に木に狙うと大事故になっちゃうんで、うん、はい。あ、ねえ、もうちょっと動かして危ないから、あの、気をつけてね。折れたら折れたで、うん、面白い、提供ある、提供が。ナイスアート、うまい、さすがです。乗せワンで、乗せワンで148、はい、風がなんか難しいよね。揚げだと思って、おすすめの5番ユーティリティです、ね、はい。おー、ナイソンです。ナイソンです。そうです。最後の力？最後の力振り切る。ナイスです。何ヤード？130。抜けるとの噂なので。そうね。あれ、もう私130言った。7。いいよ。どう？ナイソン。風が右からなんかな。ね、最後。あれだとワンパット厳しいな。厳しい。今、なんかめっちゃ跳ねた、今。めちゃくちゃ跳ねた。絶対このボールマークが。ね、すごかった今。みんなボールマーク直さないと。そうだよ、ボコボコになっちゃうぞ。ゆいちゃんずっと直してるもんね。うん。パパと。うわあ。斜めのせいじゃない今の。ナイスボギー。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い中、ありがとうございました。ありがとうございました。スコアが、74です。74。ゆいちゃんが76でした。76。もう本当に、さすがというか、本当すごかった。ここがサクサクいけて、うん、テンポよく。うん。うん、なんかすごい楽しかったです。私はカメラマンをして、うん、私も楽しかった。本当に私も楽しかった。よかったです。またなんかぜひ本当にちょっと私も一緒にラウンドしたい。そうですね、なんか企画してまた、はい、出させてください。ぜひ、いや、もうぜひお願いしたいです、はい、一緒にやりたい。次なんかジェンちゃんのゴルフ見たいもん。どうなのかね。やりたいです、はい、いや、ちょっとそれも企画したいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。初めての YouTube 撮影でしたけど、はい、竹村プロどうでしたか？まあ、緩い感じで、うん、その、まあ、女子と、そんな上手な女子の方とゴルフすることって、まあ、試合以外あんまりないので、あとはもうプラマとかおじさまとゴルフすることが多いので、うん、はい、楽しくゴルフできたし、まあ、カメラ以外のところでもガールズトークができて、今日は、はい、普通に楽しんでゴルフできました。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。ゆいちゃんどうでしたか？私も、まあ、本当、女の子とゴルフすることがあんまないので、うん、それこそ純ちゃんとかと一緒に回るぐらいで、うん、
すごい楽しかった。そうね、女の子だけっていうか。いいよね。うんうん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に。はい、あ最後に、ね。うん。インスタグラムもやってますし、うん、あとハッピースイングってあのゴルフ番組も、うん、東京 MX とか土曜日流れてるので、あのぜひそちらも、はい、あの調べてみて、はい、インスタもフォローしてもらって、多分ここにアカウントが出るんで、あ出る？はい、出ます。フォローしてください。はい、はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。